なんか自粛要請が出てもパチンコ店に通う客が嘆いてるみたいだよ。どう嘆いてるのかというと、給付金10万円が吸い取られたと嘆いてるんだって。ちょっと詳しく見てみると、緊急事態宣言を受けた休業要請でパチンコパチスロ店の大半が休業する中、一部の店舗は営業。大阪府や兵庫県では営業店舗名を公表したものの、これが宣伝となり客が集まる現象が発生。5月1日には兵庫でより強い措置である休業指示が出されると、今度は明石海峡大橋を渡って徳島に遠征するパチンコファンまで出没したみたい。初の休業指示が出された神戸市内では、営業を続けていた店の駐車場に大阪やなにわナンバーの車が多く並び、7割以上の台が埋まるというとんでも事態に。そんなパチンコ店では大当たり確率は低いが、当たった時の爆発力が大きいハイリスク台は満席になったみたいなんだけど、どの島台の列でも大当たり中の台は少なかったみたい。そんな大当たりが出ない状況に、訪れた客が次のように嘆いてるんだって。仕事が休みになったので来たという50代の建築関係者は、渋すぎるで。1000円で12から13回転や。普通なら20回転以上やろ。こっちはリスクを課してきとるのに、いくらなんでも締めすぎちゃうか。午前中だけで3万円の負けや、と声を荒げ。68歳の無職男性は、パチンコで暇つぶしが習慣なんや。この店しかないから来た。店もサービスしたらええのに、自分、パチンコ店らも、勝負をかけとるんやろな。元公務員の男性、65歳は、こりゃ勝てんわ。もうコロナ対策給付金の10万円をパチスロに吸い取られた、と嘆いてるんだって。給付金10万円がパチスロで消えていく現状。やばくない?これは完全にギャンブル依存症でしょ。そもそも給付金10万円は、経済を活性化させる目的もあるんでしょ。こんなことで10万円を溶かしてしまったら、給付金10万円が無駄になるんじゃないの?もっと使い方を考えるべきなんじゃないの?まあパチスロで給付金10万円を溶かしてしまったのは、完全に自業自得だし、末期としか言いようがないけどね。しかし、今まさにパチンコ店の問題が大きくなってるけど、やっぱりこうやって一瞬にして給付金10万円を溶かしてしまう現状があることを鑑み、パチンコ依存症、ギャンブル依存症対策に国を挙げて取り組まないといけないと思う。日本にはびこるパチンコ問題。恐ろしい現実だよ。